ランポン駅東口駅舎ランポン駅は兵庫県三田市ランポンアザフ家にある西日本旅客鉄道福知山線の駅である。駅番号は JRG65。アーバンネットワーク及び JR 宝塚線の愛称区間に含まれている。二面二線の相対式ホームを持つ地上駅で停留所に分類される。元は二面三線で、その名残として、 大阪方面行きホームは島式であるが、2番線の反対側にあった線路は撤去されている。また、ホーム間の移動には、古戦橋を使う。駅舎の本屋は西側にあるが、東側にも国道176号からのアクセス道路ができ、出入り口が設置されている。国鉄時代から、市の山口駅が管理する無人駅だが、1980年代前半に、 信号設備が CTC 化されるまではポイント切り替えの業務に携わる係員が常駐していた。移行下が利用可能で自動券売機及び自動改札機が設置されている。トイレは駅構内にはなく駅前に西川駅前に公衆トイレがある。日中は1時間あたり2本が停車する。朝晩は 本数が1時間あたり3から5本となり、JR 東西線経由の電車もある。兵庫県統計所及び三田市統計所によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。東西に山が迫る。西側にはわずかな人家や廃商店、東側には国道が走るのみ。周辺を新規バス及び新規グリーンバスが運行しており、東口のロータリーに、 ランポン駅、北東の国道176号沿いに、ランポン駅前の各バス停がある。ランポン駅、ランポン駅前、三田駅前のペデストリアンデッキにある、三田市総合案内所には、施設による、当駅の駅スタンプが設置されている。ABCDEFGHIJKL、兵庫の鉄道全駅 JR、三石神戸新聞総合出版センター、2011年12月15日。 113ページ。ISBN 9兆7843億4300万6028。a b c d e f 一紙の明、停車場変遷大辞典、国鉄、JR 編 2JTB、1998年、126から127ページ。ISBN 978から4から533029806。AB、 通報福知山線乱本駅他8駅の駅員、無配置について、鉄道広報日本国有鉄道総裁室文書か、1973年4月4日、2面、帝国鉄道洋館、第3版、早見太郎伝、日本国有鉄道工事第454号、官報、兵庫県統計書見出し統計書、ありがとうございます。